参議院の補欠選挙がいよいよスタートです。私たち立憲民主党はですね。あの大切な仲間を亡くしました。畑雄一郎君弟さんのですね。次郎さん頑張って、えー、今日、えー、立候補届を出すという,ふうに思います、えー、広島はですね。河合夫妻のあの。 選挙買収事件に伴う辞職。河合安里さんの辞職に伴う選挙です。宮口さん。頑張って。いますね。で、今日、まあ当日なんで、えー、この辺であの止めておきますけども、おー本当に、雄一郎君は、この無策のお犠牲になったと言わざるを得ません。 もうほんのあれは数日前までもう元気でピンピンしててそれなのにもう突然行ってしまいましたもうかけがえない親友なんで今でも彼のことをですねがいないっていうのは信じられないですね河合くんはあの私のあの 前に申し上げましたが、政経塾の広範囲で私が4期生、彼が6期生ですね、県会議員に出るときに理想の選挙をということで、27歳のときに私が27歳、だから、加谷さんは25歳だったんじゃないでしょうかね、あの佐賀に泊まりがけで応援に来てくれました。理想の選挙を 実践してくれてたと思います。えー、佐賀にもですね、彼の、あの、支援を、彼が衆議院、県議に出るときもですね、佐賀から応援に行った人もいました。本当に残念です。本当のことを言って欲しいと思います。一億五千万も、自分のお金だっていうのは、それは、にわかに信じがたいですね。党から来たお金、 しっかりと何に使ったかということを、本当のことを言ってほしいし、そして、誰一人として買収を受けた方が咎められてないということを、これ、こんなことで選挙が本当にできるんでしょうかね、その人たち、選挙運動、今日からやるんですかね、今もど,どういうあれでバッジつけてるんでしょうか、地方議会。 その方々は作る条例って。本当に理不尽だと思いますよ。条例はあの。県民を縛りますよね。そその資格があるでしょうかね。私は本当にこう。法と正義っていうものが。貫徹されるのかということをつくづく。感じますね。でも、こうやって太陽は。ビルの。 谷間からの持ってきましたみんなに等しく降り注ぎますね。で、昨日、えー、ワクチンのワクチン接種のフォローアップチームを私も責任者の一人として立ち上げました、えー。国体の方の責任者で顧問ということで、長妻昭さんがですね、座長で、えー、宮本さんと、日本共産党の宮本さんと国民民主党の 浅野さんが副座長ということで、事務局を黒岩さんがですね、してくれます。で、昨日私はその会議の中で、日本の厚労省だけから聞いていても、もう拉致が開かないと思いますと。で、世界はもう例えばもうアメリカは1億人以上が接種してるわけですね。だから私も友人たちの 世界の友人たちの話も聞いて、日本がなぜこんなにワクチンが遅れているのかと、昨日あのアメリカのですね、ハーバード大学の,あの感染症の専門家で、私がいつもあの参考にさせていただいている、もうこの1年3ヶ月以上の付き合いになりますね、あのこの最初の、 で似た思いであの、この新型コロナウイルスについて、1月から、去年の1月からですね、ずっと情報交換してきたエリックさんに、えー、もう、うリモートでお話を聞けるということで、OK してくれました、で、日本のワクチンの接種の,そのロールアウトが0.8だっていうと、それ、なんでですかと。 なぜそんなに遅いんですかって聞かれたんですけどちょっと「何でですか?」って聞かれてもそれを答えられない自分がいましたで今私の友人たちも、まあ、この間亡くなられた古賀敏彦さんあの柔道やさまざまなところでオリンピックを目指してます世界の中でもこの4年に1回の祭典 1>, 1年延びましたけどなんとかあのオリンピックに出たいということでいろんなアスリートが頑張ってますが今のような状況で本当にそのオリンピックができるんだろうかアスリートを日本に迎えていいんだろうかあるいは意思がその必要だと言ってるけども日本人の,その日本に住まう人たちの その医療が逼迫してるのに、こんなことでできるんだろうか。あの、厚労省の中を見てみても、今日発売のあの雑誌にも書かれてますけども、もう本当にひどい状況ですね。あの、それはもう去年のダイヤモンド・プリンセス号もそうでした。無理なことをいっぱいやらせられてますもんね。で、 私たちのこのワクチンフォローアップチームも、できるだけ役所にあの負荷を与えないように、それからあのむしろ応援を横からできるように、そりゃそうだと思います、自分のところに厚労大臣があのいるにもかかわらず、コロナ対策担当大臣というのができてそ、のその上、ワクチン接種担当大臣というのができて、この調整って誰がやってるんですか。 政務がやっていそれぞれがなんかもうそれぞれの思惑でですね勝手気ままなことを言ってやるとで結局犠牲になるのは国民という状況をですねちょっともう許しがたいと思いますね、うん、本当になんかここまで劣化してしまうとそのどっから手をつけていいか去年の2月に安倍総理にあの お願いをして、クライシスマネジメントチーム、やっぱり、あそこで、厚労大臣を、に聞かせますっておっしゃってくださって、それはそれはありがたかったけど、その後が入らなかったですね。うん、本当にこう、変えないといけないなって、つくづく思いますね。あの、 今日はこのあとまた、えー、いろんなヒアリング、国会の話があります。先ほどまであの長谷川先生、長谷川浩史先生のですね、えー、ご指導をいただいてきました <laughs>、えー、書、この千字門っていうのを今書いてます。千字文だから1回が6文字ずつですから、これが煎字になるのにどれぐらい時間かかるでしょうかね。 10年ぐららいかかるらしいんですね本当にあのねえ綺麗ですよねあんな綺麗な字をその筆のこうまあ私の字は勢いとそのてかな、まあ、あれですけど性格が出て字に出ますよね <laughs>、うん、でも松川先生の何て言うかな本当にこう 美の極致みたいな強み拝見してるとですね。すごくありがとうございます。あの私も家の前のね。あの江口先生に小さい頃から教わって書道はあの？ずっと親しんで来られて良かったなと思います。あの書といえば妹が退院しましたんで、妹に妹は私よりもはるかに。あの。 書のプロなんで、えー、書を書いて、多くの人たちに、あの、元気っていうかな、それを分けて、えー、差し上げられたらなっていうことを言ってました。で、昨日、同級生の医師に電話をしたんですけど、彼女のところにもですね、あ,ありがとうございます、退院、やっとできました。あそうでですねリモートで あの教えるることでできかかもわらないです、ね、あのその同級生はすごく勉強熱心でまああの夫婦で、えー、医師なんですけども、えー、東京の銀座でその美容形成の本をやっててですねあの本当綺きれいなお医者さんであの 美を追求しているお医者さんでもあるんですね、せっちゃん。で、せっちゃんに昨日電話し,したら、あることをお願いしたかったんで、でもワクチン打ったよねって言ったら、いやー、もう、いつになるかも分かんないのよっていう話でですね、医療機関の皆さんでさえですね、まだ470万人ですか、4分の1も打ってないし、いつ打つか分かんないと。 12日から、あの、ご高齢の方のですね、えー、接種が始まるって言ってますけど、結局なんか、始めるっていうことばっかでしょ。始まったけど、0.8って言ったな、その、エリクさんに怖いって聞かれたけど、答えられないんですよね。なんでここまでひどいのか。あの、 どういうい契約になってんのか契約さえも見せてもらえませんからねだからもう何とかな彼らが見せないっていう時はぐだぐだなんだっていうことなんでしょうねもちろんね企業秘密があったりいろんなことがあるからですけどよその国との,あの契約の開示度これも比べてみたいと思います。 いやーしかし本当にこの後アメリカに行かれるそうだけどアメリカの友人たちからはこれちょっと議論になるのかなっていう話をですね今日この後あの外務省の方がですねえ訪米が伸びてその後どういうことをやるかっていうことについても説明に来てくださいますけどもうんちょっとなんていうかな 言葉にならんですね。言葉にならんです。いやそうですね。あの、モニタリング検査だって、これ東京なんかまん延防止等特別措置の、まあ、準備段階だとか言ってますけど、東京はその数字が、その検査数が圧倒的少ないんで、大阪はね、もうああいうリーダーシップなんで、 本当にその最初から強い危機感を持ってましたけども東京もちょっと厳しいですね。でエリックさんの今日のツイートを言うともうアメリカではやっぱり B117 の方が優勢なバリアントになっているらしくてやっぱりその第4波この第4波がどんなふうに来るのか感染性が。 非常に高い、もう日本じゃその第4波が来てますよね。ワクチンもなしに第4波を迎えるっていう、この、まあ、ちょっとなんていうかやっぱり根本から変えないと無理だなっていうのをつくづく思いますね。あの、専門家会議の方々も、 山中先生が入ってくださって、でも、あの中ではないんですよね、その、厚労省にいろんなチームが出来上がったけども、そのど誰がどんな権能なのかっていうのもきましたけど、やっぱり危機管理っていうところからすると、かなり厳しいなちょっと、今日もですね、またこの後国会の方に行ってですね、 さまざまなあの対策でこれやっぱり財源税を財源だと思っているところから間違いが起こっているんだと思いますね保証もせずにそれからあの藤田貴教先生が毎日ツイッターでもなさってますけどもしてくださってますけども一人一人をその結局その強力な措置をやると 保償しなきゃいけない。でもその財源はない。もう、えー、金利が上昇してですね、えー、そのデフォルトを起こすと。こんなふうに思ってるんでしょうね。だからもう、そう思ってたら何もできませんもんね。うん、ちょっと本当に根本から変えたいですね。 専門家の意見っていうかな、本当に聞いてるとは思えなくいですよね。もうある時にはものすごくそのコロナを低く見て、ある時にはもう、なんいうかわけからずこう、やると。しかもちょっと関西のこの爆発は、信じられないですよねど。どうしてその緊急事態宣言を早く、 あの、解くっていうふうに言うんですかね、言ったんですかね。分からんです。なんかこう、コミュニケーションが、その、取れ,取れるようにも思えないし、ちょっとね、本当にこう、大阪、私も第二のふるさとなんですごく心配です。皆さんが、でも、い医療っていうかな、新自由主義的な、 政策の中で疲れ切っておられるっていうのをよく関西にあの親戚もいるんで聞きますね。ちょっと特別な支援が必要だと思います。じゃあ、これで絵を閉じます。これが官邸です。首相官邸です。官邸が官邸の役割を果たしてないと思います。首相はですね、あの総,総理皇邸におらずに、このビルにおられます。 ちょっとやっぱりそれじゃ危機管理できませんね。買いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当ですね。